はい、そうです。ウォーフレームやっていきます。ということで、今回はね、こちらの画面からということで、今回はね、ゆるーくね、やっていこうかなと。ん?この下り前やったな。2回目は滑るぞ。ということで、早速ね、今回はね、そう、こちら、スピラプライムを紹介しようかなと思います。で、いやー、そうだね、何から話そうかなと思って、ちょっとね、こちらの見た目からやっぱり話していくべきでしょう。なんか、動いてんだよね、これ、ドリルのように、ぐるぐる。いや、昔の天のやべえ武器使ったもんだな。これ、投げるんだぜ。で、もちろんね、こちらの武器、見た目もいいんですが、そう、スキンが地味にあるんだよね、これね。PS4 だったら、オブシディアンスキンはあるんですが、PC、Xbox はないのかな?で、さらに、こちらのスキンということで、結構見た目いいんだよね、これね。Day of the Dead、ハロウィンの、スキンですね。なんでね、あと2ヶ月ぐらいでまたハロウィンイベントが来ると思うんで、その時、ぜひ買ってみてください。ということで、やっていきます。はい、ということで、早速ね、説明していきたいと思います。で、こちらの武器、ノーマル版の方ではなく、今回はね、プライム版の説明ということで、脅威のクリティカル関係がすごいんですよね、こちら。で、さらに、区内関係なんでね、区内系の武器なんで、消音でね、投げれるといった感じで、もちろん弾速はあってね、ちょっと、慣れは必要なんですが、かなり強いですね。で、手裏剣関係で、やっぱりね、なんて言ったらいいんだろうな、リロード速度が結構速いから、結構投げれるんですよね、こういう風に。ばらまける武器ということで、かなり DPS 的な感じで考えたら結構高いんじゃないんでしょうか。ということで、早速ステータスを見ていきましょう。こちらですね。で、こちらなんですけれども、やっぱり目立つところといえば、やっぱりそうだね、クリティカル関係の2種類ですね。クリティカルダメージ、そしてクリティカル確率ということで、ちょっと昔だったらね、かなりいい数値だったんですよ、これ。なんですが、ちょっとアップデートのせいで、ちょっとあんまり目立たなくなっちゃったのかなっていうところですね。その理由としては、パンデロとユーフォナが追加されちゃったせいで、せっかくのね、30% っていうね、セカンダリの中でかなり高いっていうか、一番だったのかな。あ、ラトプライムもあったな。ということで、せっかくね、かなり良かったんですが、けれども、他にもね、ちょっと追加されちゃってっていう感じで、ちょっと目立たなくなっちゃいましたね。ただ、やっぱりね、低レベル帯で戦うんだったら、こっちの方が、使いやすいのかなって思います。パンデロ、ユーフォナとは違って、やっぱり投げれるから、いっぱい投げれるから、ばらまけれるから、やっぱり、そうだね。やっぱりこっちの方が、低レベル帯を周回する上では、やっぱりこっちの方が圧倒的な、使いやすさは残ってますね。で、野草がね、気になっているところは、そこではなく、状態上関係がちょっと気になるんですよね。10% しかないんで、せっかくね、火力もあるんですけれども、これでさらに状態異常もばらまけたら、もっと強い武器になっていたのではないのかなって、ちょっと思わなくないですね。はい。まあ、ポックスがその分あるから、まあ、いいっちゃいいんですけれども、せっかくね、火力も出せる武器ということなんで、ちょっと状態異常関係も強くしてほしかったなって思います。せめて 15% は欲しかったかなって。15% もあれば、もっと高レベル帯も安定して戦えるようになったのかなって、思わなくはないですね。はい、ということで、ビルドを見ていきますか。こちらですね、基礎ダメージ、マルチショット2種に、さらに90属性2枚のクリティカル関係のモッドを2枚といった感じで、最後に、火炎のプライムドモッドをつけてます。ということで、そうだね、クリティカル関係の、ビルドを組むんだったら、これがテンプレートなのかなって思います。コーパス相手だったら逆に火炎とこれを入れ替えてガスにする感じかな。ガス電気っていう感じかな。はい、ということで、シュミラクラでね、とりあえずなんか見てみますか。で、ちょっと危ないな、危ない。無敵化してない、危ない。ということで、とりあえずね、CC かけて投げていきましょう。やっぱそうだね。腐食が全然かかんないから全然削れないですね。危ない。はい、こんな感じで、ちょっと敵落ちそうだな。うん、落ちそうだね、これね。ちょっとまずいっすね。危ない。あと一発受けたら俺死ぬぞ。あ。落ちたな。危ない、危ない、危ない。ちょっと、
ちょっと危ない。ちょっと危ない。危ないっす。それ危ないっす。ぐるぐる回ってくんのやめてほしいっすね。とりあえず無敵化しましょう。でね、野草、そうだね。バンシーでちょっとやったことないので、ちょっと、なんか投げてみますか。あーす。火力出ますね、これ。非常に出ますね。あー、強いっすね。やっぱ、ソナーバンシーって強いんだな。ということで、スピラプライムを、高レベル帯で持っていくには、やっぱり、何かで火力を補助しないといけないんじゃないんでしょうかということで、とりあえずハローでも見てみるか。ハローでも多分赤クリ連発できるんでね、かなりいいと思います。とりあえず無敵化解除して、で、やっていきましょう。まずは4番ですね。はい。はい、とりあえず CC かけといて、あとは投げるだけですね。そうっすね。まあハローとバンシーがちょっと強いっていうのもあるんですが、やっぱりね、やっぱり火力補助は大事だと思います。高レベル帯のグリニアとかね、装甲値を持つ相手にするのであれば、やっぱり何かしらの補助は必須になってくるかなと思います。ということで、野草でした。またね、バイバイ。